久しいな、カリュドーンの子シーザーよ。ビッグダディのそばにいたあの小娘が部下を連れて俺の部隊に足をかけているとはな。覇者ポンペイ、カリュドーンの子は今もまだあなたを連盟の長と認めてはいますけれど、ここに現れたからには納得のいく説明を聞かせてもらう必要がありますわ。セクナ、いずれ知るであろうことよりも今はより差し迫った問題がある。シーザーよ、ここにある物資は我々トライアンフがブレイズウッドに供与すると約束したものだ。貴様は町長がこれらを持ち帰ることに何ら意義はないとそう言うんだな。ポンペイおじさま、人をバカにするのも程がありましてよ。待て、ルーシー、お前と母さんが前に言い争ってたことは全部聞いてるぜ。この箱の中身も確認したが、確かに食料と薬だ。嘘はついてねえんだろ。こいつの出所はともかく、町に必要な物資なのは確かだからな。けど母さん、お前らが困ってんならどうして俺らに助けを求めなかった。ずいぶんよそよそしいじゃないか。シーザー、最初はそうしようと思っていたのさ。ただその時ちょうどあんたがツールドインフェルノの資格を得たって飛び込んできて、町を一時的な拠点にさせてほしいと頼んできたろ。昔からブレイズウッドはカリュドーンの子に助けられてきた。なのにここ一番で恩返しもできないどころか、心配の種を増やすようじゃ立つ瀬がないじゃないか。それで私たちの情報をトライアンフに売ることがあなた方の考えた恩返しだったんですの？情報を売る？待ってルーシー、それは誤解だよ。トライアンフとの取引は工芸品の加工を手伝う代わりに物資をもらうってだけさ。こいつの言う通りだ。ブレイズウッドは依然として貴様らの側だ。だが俺は覇者として、土地の民が願うなら見て見ぬふりはせん。取引の場所をフォローにしたいと言い出したのもカーサだ。トライアンフが町に出入りすれば貴様らの反感を買うだろうからな。俺もそれに応じた。連盟の輪を乱すことは我々の本意ではない。つまり私たちの動向が筒抜けだった件はあなた方とは無関係だと、そう言いたいんですの？小娘、物おじしない姿勢は立派だが、引き際をわきまえなければただ無礼なだけだ。いいか、俺がここに来たのはこの件を解決するためだ。今日ブレイズウッドから届けられた工芸品の中にこいつが見つかった。モルス、この瓶には重油が入っていたはずだ。俺たち旧油田エリアの生命線、その象徴がな。なぜこんなものが入ってやがる？それだけではない。このところブレイズウッドに届く物資が約束の量に満たないそうだ。何か知っているだろう？ポンペイの親分、俺はマルス、ツールドインフェルノへ貴様の態度を許したのは断じてこのような小細工をさせるためではない。覇者たる我々が仁義を守らぬ連盟なんぞに誰が席を置きたがる。我々が一つになれないのなら誰が旧油田エリアを守るのだ。ポンペイの親分、申し訳ありません。俺が間違っていました。俺はまともではなかったんです。この件は全て俺の責任。どうか罰を。罰だと？思い上がるな。貴様が台無しにしたものを貴様一人への罰で贖いきれるとでも思うのか。カリュドーンの子並びに母さん、
モルスは俺の部下。こいつがしでかしたことの責任は、こいつを正しく導かなかった俺のものだ。他者としてこの件は俺が叱るべき保証の責を負う。ふん、ご体操なスピーチですこと。それでどのように責任を取るおつもりですの？最近、旧油田エリアに隣接する複数のエリアと提携の協議をした。俺たちが燃料の一部を提供することを条件に、今後は他のエリアを経由して旧油田エリアの劣化したパイプラインを再建することができる。それはうちの町への燃料供給もどうにかなるってことかい？そうだ。あと3ヶ月もあれば供給が戻るだろう。それだけでなく、複数のエリア間で道路を共有する協定も結んだ。これにより旧油田エリアは新たに少なくとも5本以上の輸送ルートが開拓できる。カリュドーンの子よ、これからの半年間、そのうち3つのルートを貴様らに任せるつもりだ。それなら文句はあるまい。つまり、せっかく手に入れた利益を明け渡してくださるということですわね。このところルートの抽選では貧乏くじを引き続けているようだからな。埋め合わせをしてやってもいい頃合いだろう。新たなルートは利益も生むが、相応のリスクがある地域を通過することになる。ちょうど腕に覚えのある走り屋が入りようだ。ただし条件もある。この3つのルートで貴様らには困窮している地域住民を支援してもらう。当然このルートを担当する以上は後に続くチームにも同じことをしてもらうがな。どうだ？おい、ルシー、この条件はどう思う？ポンペイの話、飲んでもいいやつか？もし出任せを吐いているのでないなら、私たちとブレイズウッドの長年の問題がまとめて解決できますわ。それに私たちがルートを開拓しておけば、他の走り屋にとっても食いぶちが増えることになりますわね。そういうことか。悪くない条件みてえだな、おっさん。けど前提を履き違えてるぜ。ツール・ド・インフェルノが終わった後、誰が覇者で誰がルートを差配すんのかはまだわかんねえだろ。俺様が覇者になったら絶対おっさんよりフェアにやってみせるかな。偉そうな口を聞く。それは皇帝と捉えていいんだな？ああ、そう捉えてもらって構わねえぜ。シーザー、こいつは今書いた念書だ。取っておけ。ルートの件はもう間もなく正式に発表される。次はツールドインフェルノでまみえるとしよう。ブレイズウッドで加工する予定の工芸品に前もって仕込んでたんだね。だから私たちのことが筒抜けになっちゃってたっていう。そうさ、私たちから完成した工芸品を受け取ったら、あとは盗聴器を回収するだけってわけだね。考えたもんだ。ふーん、でもじゃあ覇者はどうして自分からネタバレしちゃったの？私たちの誰も盗聴器のことなんて気づいてなかったのに。確かにそうだけど、カーサさんと話して誤解が解けたら、次に荷物の方を疑うのは時間の問題だっただろうしね。そうだね。もし私たちが先に盗聴器を見つけちまったら、それこそ覇者の方は後出しで申し開きするしかなくなるんだから。ん？どっちがうの？やれやれ、バーニス、ちょっと楽観的すぎるぜ。覇者がわざわざ自分から出張ってきたのは、少なくとも誠意の裏返しってことだからな。そうだろい？盗聴器を見つけた私たちが鼻息荒く詰め寄ってさ、モルスの独断だってその場で言われて、あの条件を飲んでたか？
大将をミスったら走り屋連盟の屋台骨が揺らいじまうからな。旧油田エリアの治安にだって響くんだぜ。地域全体の治安？そうさ、今まで私らが平和に暮らしてこられたのも連盟が団結して石油の安全を守ってきたからこそ。石油は郊外の他のエリアにとっても魅力的ってだけじゃなく、都市の大企業なんかにとっては郊外への進出を阻む障害でもあるのさ。石油にもしものことがあったら、走り屋はそりゃ別のエリアへ行けばいいけど、他の連中は悲惨なことになるだろうね。特にブレイズウッドの住民はほとんどが年寄りと子供だ。エーテル適応体質もない。あら、プロキシさん、ここでしたのね。用事があって探してたんですわ。少々お顔を貸していただけますこと？イオウというのはシーザーのことですわ。私たちが覇者と会ってからというもの、彼女の様子がどこかおかしい気がしますの。普段の粗骨でエネルギー過多なところが鳴りを潜めて、なんだか一人でぼーっとしてることが多いんですわ。おまけにご飯を食べる量さえ減っているような。何か心配事があるとか？ライトが珍しく、ツールドインフェルノのためにと手合わせに誘ったら、なんて言ったと思いまして。考え事があるですわよ。あのシーザーが、あの日の出来事と関係がありそうですけれど、どうせ聞いたところではぐらかされるのは目に見えてましたよ。念のために申し上げておきますわ。あれがどんな気候に走ろうと、私個人は知ったこっちゃないですけれど、あんなのでもまだカリュドーンのこの大将ですもの。チームの士気に関わるような振る舞いは看過できかねますわ。プロキシさん、何かいい対処法はございませんこと？私がシーザーをどこかに連れ出してみよっか。ほら、気分転換になるかもだし。もともと明日は新エリートのうちに帰ってオフラインデータをコピーするつもりだったの。ちょうどいいかもね。ええ、ナイスアイデアですわ。シーザーはあまり新エリートに行ったことがありませんし、見聞を広げるいい機会かもしれませんわね。シーザーには私の方から言っておきますわ。明日は彼女のバイクで新エリートに向かってくださいな。頼みましたわよ。